学園ベビーシッターズ特典ドラマ CD フィーチャリング鹿島小太郎&鹿島隆一赤ずきん。あ、はい。お話し中のところ失礼いたします。あ、西川さん、どうですか、おばあさんの具合は。はい、お医者様もただの風邪だとおっしゃっておられました。今はお部屋でお休みになっています。そうですか、よかった。うつったら面倒だから部屋に近寄るんじゃないよ、ふん、という理事長からのご伝言です。はい、わかりました。ところで、その小太郎様のお姿、もしかして赤ずきんちゃんでしょうか。あ、はい、今ちょうど絵本を読んでて、ずきんを知らないって言うからこんな感じだよってな。こた、ずきちゃん。なんとおかわいらしい。今日はお休みだし、俺たちもずっと家にいるので、何か手伝えることがあったら何でも言ってくださいね、西川さん。どうもありがとうございます。それでは私は食事の支度がありますので、お二人でごゆっくり絵本の続きをお楽しみくださいませ。おばあさん、早く良くなるといいな、小太郎。うん。さてと、絵本の続きだけど、さっきどこまで読んだっけ。兄ちゃん、ズキン。ああ、そっか、ズキンのとこまでだったっけ。じゃあ続きを読もうか。うん。ある日、お母さんが赤ずきんちゃんを呼んで言いました。さあ、ちょっといらっしゃい、赤ずきんちゃん。ここにお菓子が一つとぶどう酒が一瓶あるでしょ。これをおばあさんのところへお見舞いに持って行ってくれますか。おばあさんはご病気で弱っていらっしゃるから、これを差し上げるときっと元気になるでしょう。ばあちゃん、お見舞い。さあさあ、病気のおばあさんのところにお見舞い。お見舞いっていうのは、何か喜びそうなものを届けて元気になってもらうことだよ。うん、ばあちゃん、お見舞い。こたもやう。あ、ちょっと絵本持ってどこに行くんだよ。